それでは早速一つ目からいきたいと思いますが、まず言っていいですか、うん、はい、わかりました。まず一つ目はこちらです。ラジオネームダイエットは明日からさんからです。お題、渡里哲也さんが必ず一番最初に食べる寿司ネタは何？マグロ。答え、カリフォルニアロール。まあ哲也さん。さあ続いていきましょう、うん、ラジオネームワーギナーマイクさんです。お題、古田敦也が試合にキャッチャーミットを忘れてしまいました。代わりに何を使った？布切れ。答え、つけていたヌーブラ。あら、つけてんの？ちょっとやめて、フルちゃん。さあ続いていきましょう、ラジオネーム三平さん、お題、高橋名人が何かを連打しています。一体何？キヌビ。答え、火災報知器。あー悪いね、ダメだよ。続いていきましょう。FM 三重のラジオネームキシンチューさんからいただきました。お題、キャリーパミパミの弟子の名前は？モミーンニョリョニョリョ。モミーンニョリョニョリョ。モミーンニョリョニョリョ。答え、ペニーシコシコ。ダメだよ。モミーンニョリニョリョの方がいいよ。さあ続いていきます、うん、ラジオネームサークルマウンテンさんからいただきました。お題、武井絵美ちゃん、すいません、お題、武井絵美ちゃんが今一番欲しいものは何？犬のピアス。答え、平和。さすがだね、うん、さあ続いていきましょう、お聞きの放送局 FM 山口のラジオネームナスビマンさんからいただきました、お題、ダチョウ倶楽部が新メンバーをオーディション、誰が合格した？キャリモミーンのユニオン。答え、エグザイルの TAKAHIRO。 イケメン入れてモミーンの好きですね、はい、はい、続いていきましょう、ラジオネーム納豆パフェさんです。お題、犬に小便をかけられたベッキーが言った一言とは？この犬コルが、おいおい犬コラ、おい犬コラ。答え、今日の夕食は犬鍋に決定。ダメダメです。、はい、さあ続いていきましょう、ラジオネームレペゼン秩父さんです。お題、ストーカーを撃退するのに最も良い手段は何？クソ漏らす。答え、金属バットで頭をかち割る。いやー、実践的。さあ続いていきましょう、ラジオネーム川崎のケンテツさんです、うん、お題、女を抱いた数だけ曲が生まれる松山千春さん、では長い夜が生まれた時に抱いた女性は？大林素子。やっぱりな、完全だ、わかるそんな。うわ気持ちいい。そんなお前簡単な、お前赤子の手をひねるようなもんだよ、大喜利なんて。お前バカ。やっと正解しましたけど。さあ続いていきましょう、ラジオネームレペゼン秩父さんからいただきました。お題、この季節長時間お風呂に入っているとどうなる？クラゲになる。ありません。はい、答え、指先がシワシワに。いつもだよ。ラジオネーム納豆パフェさんからです。お題、ベッキーは日本人のファンのことを何と呼んでる？ジャップ。
答え、腐れジャップ。うわー、惜しい。ひでえな、ジャップでさえ差別的な表現なのに。もう一個。甘かったんですよ。はい、はい、続きまして、ラジオネーム納豆パフェさんからいただきました。お題、鈴木福くんが肌身離さず持ち歩いているものとは何？お守りの中に橋出すがこの陰謀。答え、セカンドバッグ。うわー、大人。さあ、続いていきます。ラジオネーム、ゴルゴ131さんからです。お題、高城剛さんがやっているハイパーメディアクリエイターって一体どんな仕事？掃除。答え、AV のモザイク付け。いやクリエイティブ。続きまして、ラジオなくなればいいな。友情努力責任さんからいただきました。お題、松下由紀さんが甲子園の土を集めています。なんで？胡椒として使う。答え、お米の代わりに使えないか調べるため。惜しい。惜しいですね。続いていきます。FM 福井でお聞きのラジオネーム、大木ボンスさんからいただきました。お題、ジョニー・デップがアメリカで呼ばれているニックネームとは？カーバちゃん。答え、ハリウッド・デンデン。そんなことねえよ。ふざけんな。天然さんの方が有名じゃないじゃん。続きまして、ラジオネーム。ねんねんさんのあれ見たいね。はい。パイレーツ・オブ。見たいですね。パイレーツ・オブ・デリビア。パイレーツ・オブ・デンデン。見たいですね。何やるんですかね。ああいうスタイルじゃないんだよ。どういうスタイルなの？海軍みたいな。あの海賊の感じじゃないんですね。全然。はい、行きます。ラジオネーム、ナマシアスケシンさんからいただきました。お題、AKB の推し名を聞かれた翔英。誰と答えた？でんでん。答え、宮本武蔵。やだ。ほんとのバカだな、あいつさん。続きまして、ラジオネーム、三平さんからいただきます。三平です。お題、松崎しげるを24時間煮込むとどうなる？悪だけになる。答え、かなり増える。増えるの？増えるの？増えます。松崎さん。あれ、アクでできてんだよ。全部アクだから、もう、アクだけでも消えちゃうんじゃないかな。増えるんですよ。はい。ラジオネーム、ファンタスティック原田さんからです。お題。渡里哲也が、他にやりたいことができたと言って、俳優引退を決めました。そこまでして、渡里哲也さんがやりたいこととは何？高倉健の嫁。答え、パックマン。高倉健の嫁の方が面白い。ラジオの長寿ギガジャックソン。吉田沙保里さんが暴走して電車にタックルを始めました。一体どうして？尻に赤味噌を塗られた。全身が痒かった。ちょっと近いじゃないか。ちょっと近いな。ラジオネームカラフルアフロ。072。何の数字？スリランカの市外局番。大阪府の市外局番。うわすげえ惜しい。お前ら腕上げてんな。ちょっと合わない間に、なかなか大喜利の腕が上がってますね。その分コントの腕は落ちたけどね。落ちてるわけじゃないんですよ、別に。東西南北。浮気した内田裕也に、この後待っている状況とは？
キキキリンとライオンの鉢合わせ、サバンナの夜。危機迫る状況。お前投げてきてんな。すげえ仕上がり具合だな、お前はなかなか。ラジオネーム三平。アンジェラ・アキさんが日本人っぽい名前に改名しました。どんな名前？小室千里。手紙書き子。小室千里いい名前だけどねFM 福井ダイエットは明日から。ある芸人がトイレの神様を怒らせてしまいました。さてどんな罰が当たった？アリの戸あたりが真っ赤に腫れてかゆい。ハネルの扉が終わった。おい、いやこれはダメですよ。何がダメなんだ。いやダメでしょ、俺は。ラジオネーム超重ギガジャクソン。今の1枚あげよう。ラジオネーム超重ギガジャクソン。セーラー服を着ている浅木邦子を見たベッキー、何と言った？何着てもダメだね。お前テレビ出ていいんだっけ。面白いな。雰囲気が悪いからね。浅木邦子さんセーラー着てると言っちゃうね。お前テレビ出ていいんだっけ。前室で。ラジオネーム納豆パフェ。オリンピックのメダリストにメダルを触らせてもらった恵比寿吉和さんが言った一言とは。思ったよりザラザラしてんのね。これのために4年か。俺なら普通に働くけどな。いっそ。最低な時あるからね、実はね。これもう本当に言ったんじゃねえかっていうぐらいリアルですよね。なんで結婚したんですか？毎日セックスタダでできるからね。最悪ね、ミスター。怖い時あるからね。でも心理なんだよね。まあそうですね。そうですね。一枚で。ラジオネーム納豆パフェ。王理恵さんがまた恋人と破局。別れた理由は？うわ。シュークリームを音出して食べた。首を吸う音がキモい。以上ですかね。以上です。ラジオネームゴルゴ31。牧原紀之さんが白目で暴走しています。一体何があった？更衣室を覗かれて、わあ。お腹が空いた。ラジオネームゴルゴ31。天童よしみさんの名曲珍島物語、アメリカでのタイトルといえば。ネバーエンディングストーリー。焼き豚。まあ上を向いて歩こうが好き焼きだからか、ね。なるほどね。いや、なるほどね、じゃねえ。FM 山口ブラブラブラ。よし。伊藤聖光さんが今ハマっていること教えてください。将棋。人骨ジェンガ。そんな最古な方じゃないですよ。最古でしょ。あ、そうか。どう見てもやっぱり将棋惜しかったですか。伊藤聖子さんみたいな人が映画で出てきたら完全に最古役。そんなことないですよ。ラジオに納豆パフ。楽屋でもうるさいアニマル浜口さんに鈴木福が言った一言とは。小学校からやり直したら10万やるから黙ってろよ。そんな悪いやつじゃないでしょ。
FM 栃木なんだと思う。仮パク哀れみの霊。よし。あなたとのお散歩中、吉永小百合さんがちょっと待っててと笑顔でどこかに行ってしまいました。帰ってきた吉永小百合さんがあなたに見せてくれたものは。え、犬の糞。ショッカーに改造された右手ドリルの高速回転。あー、変わってる。ブブーじゃねえ。出るわけない。わー、面白いな。FM 宮崎、だまし屋スケシン。小さな子供からサインを求められた武田鉄矢さん、どういう対応をした？ローマ字で冗談って書いた。君が将来ソープ嬢になった時、生で一発させてくれるならいいよ。言わねえ。ジオネーム納豆パフェ。気合だ気合だと言っているアニマル浜口さんに、恵比寿吉和さんが放った一言とは。そんなことしたら早死にしちゃうよ。気合だけじゃダメだよ。だからオタクの娘さん1回戦で負けたんだよ。なんかちょっと言いそうだな。ひどいからね。ラジオネームゴルゴ31。目覚ましテレビの今日のワンコのコーナーが最終回を迎えました。最終回に登場した犬、どんな犬？死にかけのダックスフント。フジテレビの犬、カルベ新一。面白いな。人間だもんな。そう。ひどいでしょ。面白いな。ラジオのゴルゴさんには、大滝秀治さんの股間に飛んできたボール直撃しました。大滝秀治さん思わず何と言った。ああ、入れ替わっちゃったね。うっす。いや、面白いな。以上です。です。ラジオの超重ギガジャクソン。南こうせつさんが突然 AV デビュー。その時のタイトルは何？アリの戸あたり渡っちゃった。世界一綺麗なかぐや姫。あーでもいいな。かぐや姫ですからね、もともと。FM 福井大木ボンス。あ、こいつミシュランの調査員だな。店主はなぜわかった？白くてモコモコしてた。うん。石塚さんのサインはあるかと最初に聞いてきた。これいまいちだけどね。ラジオの長寿ギガジャクソン。ベッキーが野菜で作ったケーキを食べて感想を言いました。どんなことを言った？これアナルの浅漬け。青くせえな。童貞みたいな味だ。ちょっと近いな。ちょっと近いな。ラジオの長寿ギガジャクソン。サッカーの本田選手が申し訳ございませんと土下座をして謝罪しました。どんなことをしてしまった？ベッドシーツを汚した。スローインしたボールがピッチを歩いていた白龍さんに当たった。それで謝るわ。白龍さん何してんすか？どこでも歩くよ。どこでもよ。直進ゴーグルみたいなもんだ。どこでも歩いたって言うんだよ、白龍さん。ベッドシーツ汚した時言うなよ。やめなさいよ。ラジオにでかいカマキリ。シコシコ太郎くんが経営するお店にお客さんが入ってきました。太郎くんの第一声は？
鼻セレブで拭いて。いらっしゃーせい当たるかよ当たったら俺に問題あるわ、女も。ラジオのラッパーザキバチョフ。田中邦衛さんがソープ場に激怒。さて、なんと怒った？ホタルがいねえじゃねえかよ。まだフェラチオ終わってないでしょうが。足んねえわ、そんな。ホタルいないじゃん、おかしいだろ、ね、親子なんだよな。ラジオのラブ稽古。中村獅童が天下を見て一言、なんと言った？そうそう、これこれこれ。俺には必要ねえな。俺にとっては女が天下だからな。すげえ。最低だなんて。ラジオのダイエットは明日から。楽屋でふんぞり返っているベッキーを見て、鈴木福は何と言った？お姉ちゃんもう起きよう。賞味期限切れのガイタレのくせに、なんであの態度は。ラッパーザキバチョフ。怪我のせいで戦力外通告をされたプロ野球選手に、恵比寿義和さんはなんと声かけた？役に立たないクズは死にな。寄せてた。今無所属なんだ。ニートと同じだね。俺の方がひでえ。やべえ。ひどい。ラジオネーム大木ボンス。加藤鷹が落語家に転身。さて、初めて客前で披露した演目、何？塩クジラ。パイ釣り怖い。来てな、それ。ラストぐらいですかね。どうしようかな。はい。ラジオネーム、鳥獣ギガジャクソン。つんくさんが、新しいアイドルグループを誕生させました。そのアイドルの特徴は何？メンバー8割物もらい。頼んだらすぐやらせてくれる。なんだよ。画期的。アイドルじゃねえじゃねえ。さあ参りましょう。ラジオネームゴルゴ31。初夢に見るといいとされているもの。3位はナスビ、2位はタカ、1位は何？ナス。安倍千代のだらしない裸。わかるか。だらしないかどうかわかんないでしょ。ラジオネームカラフルアフロ。岸辺四郎さんの時計、いつも3時です。なぜ？面白い。ずっとおやつ食べてたいから。マジックで書いたやつだから。うわぁ、これだ、これだわ。すげえ、すげえ。ああ、そりゃ3時だわ。ラジオネーム、鳥獣ギガジャクソン。スポーツカーから降りてきた石田純一さんに、駐車場でタバコを吸っていたベッキーが一言、なんと言った？靴下履けてめ、この野郎。つまんねえ顔だな。すげえ悪い。ベッキーすげえ悪い。ラジオネーム、レペゼン吉部。田中邦衛さんが渋い顔しています。どうして？キツネが来ない。剣山の上に座っている。何がよく渋いで済むな。裏のストーリー知りたいわ、その。FM の森。レッツゴー万引き G メン。
南こうせつに土下座しているさだまさし。さだまさしは何と言っている？いや、ごめん、今日ゴム切らしちゃってんだよ。先っちょだけでいいから、お願い。惜しいですね。さださんが分かってるんですね。ラジオにファンタスティック原田。寝起きの田崎真也に、あなたにとってワインは？ごめんなさい。寝起きの田崎真也に、あなたにとってワインとは？と質問したら何と答えた？うるせえ、寝かせろ。ん？我慢汁。最悪だ。最悪。嘘。ラジオネーム、ファンタスティック原田。田村正和さんの後ろ髪を思いっきり引っ張るとどうなる？お兄さんの方になる。口からチンコが飛び出る。エイリアンみたいな。ラジオネームゴルゴ13は、綾戸智恵さんに、あなたにとってジャズとは？と質問しました。綾戸さん、何と言いました？もう1時間ぐらい喋ってて聞いてらんない。おしっこ漏らさんと、アペンと皇帝や。もう質問と答えがめちゃくちゃな人ですからね。めちゃくちゃな人ですから、そういうことか。忘れてたな、むちゃくちゃ感を、そうです。踏まえて答えた。ラジオネーム、ゴルゴサーティーは、この猫バス動かないなぁ。一体なぜ？松下ゆきだから。猫バスではなく、セックス中の小向井美奈子だった。じゃあなんで動かない？どうしようかな。ラスト。ラジオネームレペゼンチシブ。ビーズの稲葉さんが落語家に転身。その名前は？え、ウルトラソウル亭カワパンみたいな。ああ。笑福亭ハミチン。はみ出たことない。簡単でいいんだな。簡単でいいんだ。ラジオネームゴルゴ31。布袋寅泰さんがハイテンションのまま高速道路をアクセル全開で走行していますが、目的地までの距離が縮まりません。一体なぜ？ベビビビベイベギアがバックに入っているから。こんな、お前ほんとに。お前も言えねえのか。ベビビビビベイビー、わかんなかったんだろ。僕はやっぱりもう全力であれを歌ってほしかったよ。ベビビビビビイビー、中途半端なことやるなら。上見え立てや。小雪さんが富永愛をボコボコにしています。何があった？お金がなかったから。目があった。ボッコボコだよね。ラジオに超重ギガジャクソン。前田敦子さんが最近失敗したエピソードを喋り出しました。あっちゃんはどんな可愛い失敗をした？判決を晒した。週刊誌にすっぱ抜かれた。かわいい。最近週刊誌にすっぱ抜かれちゃって、ケツ出しちゃって、何にもなかったんですけどね。かわいいじゃん。大丈夫、ゴルゴサティは。このお好み焼き食べたくないな。どんなお好み焼き？包帯が巻かれてる。よく見ると昼寝中の松木安太郎。食べたくないわな。大丈夫、三平。恵比寿義和さんと秋元康さんの対談が実現。恵比寿さんの第一声は？
ジャグラー打ってます？AKB で一番陰謀の濃い子誰なんですか？当たるか、ね、秋元さん席を立つ。あげよう。ラジオネームファンタスティック原田。誰もいない夜道で富永愛と塩谷俊がばったり出会った。その時富永愛が言ったセリフは、キャーお化け。おマットさんです。FM 群馬ラッパーザキバチョフ。武田鉄矢さんが女子高生に説教をしています。何と言ってますか？もう友人同士ちゃんと助け合いなさいとか、うん、手こきだけで3万は高すぎる。あげよラジオネームラッパーザキバチョフ。 FM 群馬。メンタリストダイゴと目が合ったベッキー、会って早々何と言った？気持ち悪。お前の顔って肛門そっくりだな。悪いね、歴史を。FMA、でかいカマキリ。歩道橋を見て何かをひらめいたベッキー。何をした？股を吸った。歩道橋の上にいる人めがけ、唾を吐いた。自分で帰ってきますよ。ラジオネーム、ファンタスティック原田。堀内孝雄のヒゲは何でできている？陰謀。谷村新司のヒゲ。そう、当たり前だろお前。当たり前ではないでしょ。当たり前ではない。FM 宮崎。騙しやすけし。転んでしまって泣いている女の子に武田鉄矢さんが人生の教訓を教えています。どんな教訓？もうエロい女にしか見えないぞ。いっぱい転んで擦れた人間になったらソープ状になりなさい。その時再会しよう。あ、どうした？よくなってきた。よくなってきた。三重、新地。田中邦衛さんが、ルールルルルルーと何かを呼んでいます。何を呼んでいますか？自分の、あそこ。デリヘル城。面白い。来ないよ。ラジオネームコバちゃん。合唱コンクールの VTR を見た後にベッキーが言ったコメントは？プロみたい。30人もいるのに漏れなく全員ドブスってすごいな。あれよ。ベッキーだよ。出したし。そこで好感度戻りますから、一発。戻りますかね。戻らないです。これがベッキー様ですから。FM 福井ダイエット明日から。パチンコからパの字を抜く、パチンコからパの字を抜くとどうなる？勃起する。中村指導になる。いいですか？はい、FM 宮崎、騙しやすけし。そういうことか。当てらんねえよ。パンはパンでも食べられないパンはという謎謎に恵比寿よしかずさんは何と答えた？僕ご飯派なんですよね。鈴木沢さんのパンツ、
あれだけは煮ても焼いても食えないね。わかんないよ。なんか確執があるならあるで知らねえし。一枚あげる。パンもらえた。FM 群馬ラッパーザキバチョフ。久保塚洋介さんが俳優業や歌手業を辞めて転職しました。新しい職業は何？鯉のぼり設置サービス。維新バイワのコーチ。FM 三重紀新地。好きだな。熱々のお好み焼きの上で何かが踊っています。何が踊っていますか？少女時代。お好み焼きとさだまさしを間違え、騎乗位で腰を振る南こうせつ。間違えるわけねえだろうよ。以上。はい、ラジオネームファンタスティック原田。加山雄三さんが手にツチノコを持っているぞ。その理由は？しゃもじと勘違いしている。腕毛に絡まっていた。当然でしょそれ。面白い。ラジオネームレペゼンチチブ。映画館の前で蝶野正弘さんがおどおどしています。どうして？R15 指定だったから。レディース割引が効くかどうか迷っている。レディース割引でいけるかしら。いけるかしら。レディース1万円お断りします。山口。ナスビマン。火星行政区面白い区ができました。区長は誰？ゲラゲーラ。唐沢俊明。面白い国やっぱ唐沢俊明さんでしょ。常にコミカルな CM をしますからね。ちょっとこれあるな。FM 群馬アボカド星人。ベッキーちゃんがお庭で楽しそうにしています。さて何をしていますか？穴掘り。マリファナのお花に水をあげている。食べたらもう。ダメですよ、そんなの。で、ダメだよ、本当に。捕まりますよ。穴を掘っているってなんだよ、お前。すいません。FM 宮崎、騙しやすけし。コンビニで、お弁当は温めますか？と聞かれた小田裕二さん。なんと答えた？お願いします。うるせえ、弁当買ってねえわ。どっちもどっちだね。開くもダメだし。ラジオタケミ。北島康介さんが号泣しています。何があった？憧れだった大野豊に会えた。金メダルをアナルに入れ取れなくなった。憧れの方の歌があったのでないか。何言ってんの本当に。FM 山口ブラブラブラゼル。伊藤聖子さんが最近ハマっていること教えてください。左手でオナニー。人の目玉でビリヤード。あるか。そんなイメージなんすか。サイ。大丈夫。三平。大仁田敦さんが Google で検索してそうなワードを教えてください。清水寺スペース飛び降り方。邪道スペース意味。
邪道ってなんだっけなよく聞かれるけど答えが出ないから調べなきゃなって。あんな大きく川上に書いてる。ラストぐらいにしましょうか。FM 群馬ラッパーザキバチョフ。武田鉄矢さんが女性を説教しています。なぜ？人という感情入りって書いちゃった。コスプレ風俗店なのになんで力士の格好がないんだ。以上。ラジオのファンタスティック原田。山下達郎さんが突然頭を丸坊主にした。その理由は？もともと丸坊主だった。甲子園を目指すため。そりゃそうだろう。お前山下達郎さんがもともと坊主だったとしたら、お前ずら疑惑生まれるだろう。失礼だぞ。うん、さあ、ラジオネーム。嘘ついてる。膝を怒られるんだ、これ。怖えよ。でも山下達郎さん、そんなことじゃ怒んない。年収がすごいから。300万だから。年収300万。年収300万全部竹内まりやさん取ってるから。山下達郎さん、年収300万。手元に来るのが、うん、300万。ラジオネームゴルゴさんって言わん。そうですからね。タクシーに乗ったボビー・オロゴンさんが、運転手さんに言った第一声は、この車くれよ。女とやれるとこまでお願いします。そんなキャラだったかな。はい、吉原ですね。で、いい、あ、それで外人さんお断りなんです。そうなんですか。そんなとこない。あるんだよ結構。ラジオネームワーギナーマイク。森高千里の曲を聴きながら芦田愛菜ちゃんが言いそうなことを教えてください。もうおばさんが何言ってもな。私がおばさんになったら森高千里はこの世にいないのか。悲しいよ。しみじみしちゃったよ、なんか。深い。じゃあね、ワーギナーマイク。ハイヒールモモコとシャネルの共通点教えてください。きらびやか。シャネルのロゴとモモコの乳輪の直径。何、どういうこと。何、算数。何説明ないですか。説明ないですね。福原だ。長州力と藤波辰巳が鬼の形相で何かを奪い合っています。何を奪い合っている。パンツ。フルーチェ。その絵はちょっと面白いな。チュリスケ。ベッキーが女性限定トークライブで必ず言うこととは何。男って最低よね。右からブスブスブス、一人も飛ばさずみんなブス。ドカーン。どうもベッキーです。ベキマルさんだよ。一枚みたいな。ラジオネームファンタスティック原田。柴田恭兵さんが定食屋で店員に対して怒鳴っています。一体何と怒鳴っている。関係ないものばっか置いてるよね。なんでポッカ定食がねえんだよ。あ、やっぱそっか。それかポッカだからね。そう、二択だから。二択じゃねえよ。そっちか。ラジオネームゴルゴ31。味もうまい、値段も安い、うん、そんな中華料理屋ですが客が来ません。その理由は。中にいっぱい自転車があるから。
店主が客にやらせろと言ってうるさい。ないよ、そんな中華屋。ラジオネーム、ゴルゴ31。初めて来た道で迷った、篠原慎一さんが地元の人に声をかけています。篠原慎一監督は何と言っていますか？篠原さん。わしゃー、方向音痴じゃけ。すんません、あの試合僕勝ってませんでした。まだ言ってんの？ドイエとの試合のことをまだ言ってんの？まあでもそうなんだろうな。そっちか。あげましょう。終わり。さあ参りましょう。ラジオネーム三平。中田英寿さんが世界中を旅している本当の理由は何？小銭集め。家にいると母ちゃんがうるせえ。あんたサッカーやめてゴロゴロしてさ、何やってんのよ。もう旅でも行くか。すごい舐め方もな。ラジオ超重ギガジャクソン。僕が番組内で、実はこの時芸能界を引退しようかと思ったんですと言いました。その時みそのさんがたとえツッコミをしてきました。どういうツッコミ？いや、そんなお前川崎麻世じゃねえんだから。答え、うちの元彼がお姉ちゃんと結婚したくらい衝撃やわ。言いそうだな、ちょっと。言いそう、言いそう。ラジオネーム、ファンタスティック原田。白龍さんが、こいつとならザ・漫才で優勝できると言って、漫才コンビを結成しました。白龍さんが相方に起用したのは誰？山岡四郎。王貞治。ラジオネーム、たけみ。笑っていいとも、意外な人が卒業しました。それは誰？ヌーンボーイズの一人。栗原るいを残して全員卒業。すげえな。相当かいじゃないですか。すげえな。ヌーンボーイって何？なんか、いますよね。なんか、はい。知らないわ。ラジオネーム、騙しやすけしの FM 宮崎。前田敦子ちゃんが今一番後悔していることを教えてください。スイカのチャージで領収書取り忘れた。宝生前の引退を止めれなかった。上宮崎騙しやすけし。藤岡弘さんがコーヒー以外にもこだわっているものなんでしょう。アナニー。アナニー。ブサイクな店員からはお釣りをもらわない。ほら、ブレた。何アナニーって。え、いや、そのお尻のおい、さっきお前急にお前4万円手に入ったからって浮かれてんじゃないの。僕じゃないっすから。僕じゃないんですよ。ラジオの騙しやすけしん FM 宮崎。吉岡秀隆さんに泥だらけの紙幣を渡した田中邦衛さん、なぜこんなに泥だらけ？盗んだ金だから。ウルトラクイズで不正解の方に飛び込んだから。お前ももう金取られた話ばっかじゃないか。お前なんかそれに直結するんですよね全部。FM 宮崎ラブ稽古。ソフトバンクの CM でおなじみダンテカーバーさんに
無人島に一つだけ持っていくとしたら何を持っていきますかという質問をしました。なんと答えた。ガラパゴス携帯。すいません、聞いてませんでした。ではもうまんまとやられたな、ね、なんかやられた感ありますね。確かに。以上です。ラジオネームファンタスティック原田さんからのお題。兵藤由紀さんの家に刑事がやってきました。その刑事の第一声は。生意気な顔してんじゃねえこの野郎。答え、ヘアスプレー何使ってんの。怪しいもん使ってるのかな。すごい立ってますよね。いきます。FM 群馬のラジオネームラッパーザキパチョフさんからのお題。 AV を見て射精した時にゴン中山が一言、なんと言った。カズー。惜しい。答え、ロスタイム守りきればワールドカップ行けたのに。そのままだね。いきます。ラジオネームチェリスケさんからのお題。もし指原莉乃が次フライデーに激写されたら言いそうなことは何。前田さんがケツを出したもんですから私は前の方出してやりましたよ。なんて対抗しようとしてるんですか。違います。答え、またマイル溜まっちゃうよ。またどっか飛ばされちゃうんかな。FM 長崎のラジオネームロファスさんからのお題、うん、ブラックジャックも治せない高橋ジョージの病気とは。ロリコンなの。いつまで経ってもロードの印税に頼る。病気じゃない。病気じゃねえから。はい、行きます。FM 福井の大木ボンズさんからのお題。サインをなかなか覚えられないダメピッチャーのためにキャッチャーが考えたある秘策とは。わかりません。それありなんすか。これ僕だけありなんです。あ、なるほど。答え、股間にスマートフォンをくっつけてチェンジアップという文字を2本の指で拡大してみる。くだらないけど、わかりやすいね。はい。ラジオネーム、ファンタスティック原田さんからのお題。うん、白龍さんが1年かけて口説き落とした女とホテルへ行き、パンツを脱がすとチンコがついていた。その時、白龍さんは何と言った？なかなかいいものを持ってるじゃないか。いただいちゃおうかしら。答え、アパーアパーびっくりしたのか。あの、カッコ春日さんの言い方でお願いしますから、ね。アパーっつったアパーアパーアパーで。あっ。ね、パクっていく。アパー、そう、擬音なんです。はい。FM 群馬、ラッパーザキパ、ラッパーザキパッチョフさんからのお題です。川上から流れてきた桃に赤ちゃんがいました。おばあちゃんはなんて名付けた？川流れクソ太郎。答え、ラブリー。ラブリーうるせえよ。なんだよ。はい。FM 宮崎、ラジオネームラブケイコさんからのお題です。小雪さんに男性の経験人数を聞きました。なんと答えた？100人。50匹。匹か。匹でしたか。食べちゃったか。何を食べちゃったか。何を食べちゃった。50本。やめてください。ラジオネーム超獣ギガジャクソンさんからのお題。ぬくみず陽一さんが寝る前に絶対言う一言とは何。明日は
死ねますように。答え、大学生全員消えろ。やめろって終わり。お願いします。はい、ラジオネーム売れトイレさんからのお題、はい、サンコンとムツゴロウが大喧嘩、その原因は。サイのションベン飲みたいの。音楽性の違い。あら、バンドやってるもんね、うん、ちょっと待って。はい、ラジオネームワギナーマイクさんからのお題、上野樹里の演技を見て芦田愛菜ちゃんが言いそうなこと教えてください。エキセントリックな役だけじゃ成長しできないよ。おでんに浸すぞこの大根役者が。もうすごいね、浅香光代さんみたいなこと言うな。はい、続いていきます。 FM 宮崎、ラジオネーム猿渡さんのお題、独裁者ヒットラーがドラえもんに頼んで出してもらったものは何。ヒゲ。友達。寂しかったのか。はい、FM 山口、ラジオネームなすびまんのお題、うん、ベッキーが爆笑しています、何が面白い。わかりません。答え、佐々木希の出ている番組がまた終わることを聞いた。悪いよ、もう終わんのかみたいな。はい、行きます。ラジオネームゴルゴ31さんからのお題、藤岡弘さんが回転寿司屋へ行きました、一体藤岡さんは何をした。用を足した。シャリだけを食べて寿司ネタを自宅の金魚鉢で泳がせた。何してんの、バカだなあの人。これ全部実話なんでしょ。じゃあ大喜利です。大喜利ニュースじゃないです。びっくりした。ラジオネームゴルゴ31さんからのお題、うん、松井秀喜選手が近所の野球少年に声をかけています、松井選手は何と言っている。のっかいいチームありませんか。おい坊主、1時間100万円で教えたら。はい、ラジオネームファンタスティック原田さんからのお題、起きている渡里哲也を早朝バズーカーで起こした、飛び起きた渡里哲也の第一声は。この野郎。答え、バケラッタ。かわいいな、王次郎ちゃん。FM 宮崎、ラジオネームだましやすけしんさんからのお題、うん、中村雅俊さんが税金の代わりとして国に献上しているものを教えてください。小袋。味噌。ラストにしてもう。はい、もう大喜利やめようそろそろ。何にも出てこないし。だからね、うん、ラジオネーム根は真面目さんからのお題、また峰竜太が浮気をしました、海老名みどりはどうした。あそこの締まりをよくした。林家正蔵をちょっと刺した。関係ない、もう終わり、もう、はい、ラジオネームラッパーザキパチョフさんからのお題、ベッキーさんには唯一大好きな人がいます、さてそれは誰。カストロ議長。答え、福沢諭吉。お金かい。FM 群馬、ラッパーザキパチョフさん、ラッパーザキパチョフさんからのお題、舘ひろしさんに寝起きドッキリ、第一声何と言った。あー、しまった、延長もうどれぐらいになる。びっくりしてブラジャー取れちゃったじゃない。まあ、こら。
フロントかな。はい、FM 群馬、ラッパージャザキパチョフさんからのお題。張本勲さんが怒っています。それはなぜ？関口さんが白髪を染めた。答え、この AV、AV 男優がうるさいから勝つだ。何言ってんの？わかる。ラジオネームゴルゴ31からのお題。WBC で優勝するための山本浩二監督の秘策とは？ご飯をしっかり食べる。サブマリン投法、その山蒔絵を全試合に先発させ、全世界から爆笑を誘う。バカ野郎。そんなの無理だよ。その山さん料理研究家なんだから。届かないよ。ラジオネーム三平。お題です。中田英寿さんが自分の携帯電話を地面に叩きつけて蹴り飛ばしました。一体なぜ？ファッションバカにされた。着信履歴が北沢剛で埋め尽くされていたから。それは嫌だね。はい。ラジオネーム、パブリチェンコさんからのお題。うん、ドン小西が白龍さんのファッションを絶賛しています。どうして？銃を突きつけられている。うわーイェイ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 簡単だなぁ。簡単だなぁ。すごい。なんだろうなぁ。スタジオ中が拍手。簡単すぎるわぁ。参るね、ちょっと。ゲスナーとリンクしましたね。はいはい、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。ラジオネーム、たけびさんからのお題。桂歌丸さんが新しい自己紹介を考えました。一体どんな自己紹介？一度で、あ、そうか。一度でいいから見てみたい。北川景子のおっぱいちゃん。歌丸です。答え。一度でいいから見てみたい。ハブ名人のカーセックス、歌丸です。やろ、見たくねえや、わかる。ラスト。はい。ラジオネーム、超10ギガジャクソンさんからのお題。三輪明宏さんが髪の毛を、黄色から黒に戻しました。一体なぜ？細木とのデスマッチに負けた。ネタ見せの時に怒られるため。ちゃんとしろっつって。大丈夫、三平。恵比寿吉和さんと秋元康さんの対談が実現。恵比寿さんの第一声は？ジャグラー打ってます？AKB で一番陰謀の濃い子誰なんですか？当たるか、ね、秋元さん席を立つ。あげよう。ファン。ファンタスティック原田。誰もいない夜道で富永愛と塩谷俊がばったり出会った。その時富永愛が言ったセリフは？キャー、お化け。おマットさんです。FM 群馬、ラッパーザキバチョフ。武田鉄矢さんが女子高生に説教をしています。何と言ってますか？もう友人同士ちゃんと助け合いなさいとか。手こきだけで3万は高すぎる。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ FM 群馬。メンタリスト大吾と目が合ったベッキー。会って早々何と言った？
気持ち悪っ。お前の顔って肛門そっくりだな。悪いね、歴史を。FMA でかいカマキリ。歩道橋を見て何かをひらめいたベッキー。何をした？股を吸った。歩道橋の上にいる人めがけ、唾を吐いた。自分に帰ってきますよ。ラジオネーム、ファンタスティック原田。堀内隆雄のヒゲは何でできている？陰毛。谷村新司のヒゲ。そう、当たり前だろお前。当たり前ではないでしょ。当たり前ではない。FM 宮崎。騙しやすけし。転んでしまって泣いている女の子に武田鉄矢さんが人生の教訓を教えています。どんな教訓？FM 名のラジオネームキシンチューさんからいただきましたお題、キャリーパミパミの弟子の名前は？モミンニョリョニョリョ。モミンニョリョニョリョ。モミンニョリョニョリョ。答え、ペニーシコシコ。ダメだよ。もみにょりんのぎょんの方がいいよ。はい。さあ、続いていきます、うん。ラジオネーム、サークルマウンテンさんからいただきました。お題、武井絵美ちゃん、すいません。お題、武井絵美ちゃんが今一番欲しいものは何？犬のピアス。答え、平和。さすがだね。さあ、続いていきましょう。お聞きの放送局 FM 山口のラジオネームナスビマンさんからいただきました。お題、ダチョウ倶楽部が新メンバーをオーディション、誰が合格した？キャニモミンのイノリ。答え、エグザイルの高弘。イケメン入れてね。モミンの好きですね、はい。はい、続いていきましょう。ラジオネーム納豆パフェさんです。お題、犬に小便をかけられたベッキーが言った一言とは？この犬コルが、おい。おい犬コラ、おい犬コラ。答え、今日の夕食は犬鍋に決定。ダメダメです。さあ、続いていきましょう。ラジオネームレペゼン秩父さんです。お題、ストーカーを撃退するのに最も良い手段は何？クソ漏らす。答え、金属バットで頭をかち割る。いやー、実践的。さあ、続いていきましょう。ラジオネーム、川崎の健哲さんです、うん。お題、女を抱いた数だけ曲が生まれる松山千春さん。では、長い夜が生まれた時に抱いた女性は？大林素子。やっぱりな、完全だ、わかるわ、そんな。うわ、気持ちいい。そんなもん、お前、簡単だ、お前。赤子の手をひねるようなもんだよ、大喜利なんて、お前。まあ、やっと正解しましたけど。R15 指定だったから。レディース割引が効くかどうか迷っている。レディース割引でいけるかしら。いけるかしら。レディース1枚お断りします。山口ナスビマン、火星行政区面白い区ができました。区長は誰？ゲラゲーラ。唐沢俊明。
面白い国やっぱ唐沢俊明さんでしょ。常にコミカルな CM をしますからね。ちょっとこれあるな。FM 群馬アボカド星人。ベッキーちゃんがお庭で楽しそうにしています。さて何をしていますか。穴掘り。マリファナのお花に水をあげている。ダメだろ。ダメですよそんなの。なーでダメだよ本当に。捕まりますよ。穴を掘っているってなんだよ。すいません。FM 宮崎騙しやすけし。コンビニでお弁当は温めますかと聞かれた小田裕二さん、なんと答えた。あ、お願いします。うるせえ、弁当買ってねえわ。どっちもどっちだね。平子もダメだし。ラジオのタケミ。北島康介さんが号泣しています。何があった。憧れだった大野豊に会えた。金メダルをアナルに入れ取れなくなった。憧れの王の豊かにあったのでないから。何言ってんの本当に。FM 山口ブラブラブラゼル。伊藤聖子さんが最近ハマっていること教えてください。左手でオナニー。人の目玉でビリヤード。あるか。そんなイメージなんすか。サイト。大丈夫、三平。大仁田敦さんが Google で検索してそうなワードを教えてください。答え、パックマン。海外行けんの読みの方が面白い。面白い。大丈夫、長寿ギガジャックソン。吉田沙保里さんが暴走して電車にタックルを始めました。一体どうして。尻に赤味噌を塗られた。全身が痒かった。ちょっと近いじゃないか。ちょっと近いな。ラジオネームカラフルアフロ。ゼロ七二何の数字？スリランカの市外局番。大阪府の市外局番。うわすげえ惜しい。お前ら腕上げてんねん。ちょっと合わない間に、なかなか大喜利の腕が上がってますね。その分コントの腕は落ちたけどね。落ちてるわけじゃないんですよ別に。東西南北。浮気した内田裕也にこの後待っている状況とは。キキキリンとライオンの鉢合わせ、サバンナの夜。キキ迫る状況。お前上げてきてんな。すげえ仕上がり具合だなお前ら。なかなか。ラジオネーム三平。アンジェラ・アキさんが日本人っぽい名前に改名しました。どんな名前。小室千里。手紙書き子。小室千里。いい名前だけどね。FM 福井ダイエットは明日から。ある芸人がトイレの神様を怒らせてしまいました。さて、どんな罰が当たった？アリの戸あたりが真っ赤に腫れてかゆい。跳ねるの扉が終わった。おい、いやー、これはダメですよ。何がダメなんだ。いや、ダメでしょ、俺は。ラジオネーム超重ギガジャクソン。今の1枚あげよう。ラジオネーム超重ギガジャクソン。セーラー服を着ている浅木邦子を見たベッキー。何と言った。
何着てもダメだね。お前テレビ出ていいんだっけ。面白いな。雰囲気が悪いからね。朝日くにこさんセラを着てると言っちゃうね。知りたいわ、その。FM の森。レッツゴー万引き G メン。南こうせつに土下座しているさだまさし。さだまさしは何と言っている？いや、ごめん、今日ゴム切らしちゃってんだよ。惜しい。先っちょだけでいいから、お願い。惜しいですね。わかった。佐田さんが、わかってるんですね。ラジオにファンタスティック原田。寝起きの田崎真也に、あなたにとってワインは？ごめんなさい。寝起きの田崎真也に、あなたにとってワインとは？と質問したら何と答えた？うるせえ、寝かせろ。ん？我慢汁。最悪だ。そうね。ラジオネーム、ファンタスティック原田。田村正和さんの後ろ髪を思いっきり引っ張るとどうなる？お兄さんの方になる。口からチンコが飛び出る。エイリアンみたいな。ラジオネームゴルゴ13は、あやとちえさんに、あなたにとってジャズとは？と質問しました。あやとさん、何と言いました？もう1時間ぐらい喋ってて聞いてらんない。おしっこ漏らさんと、アペンと皇帝や。もう質問と答えが。めちゃくちゃな人ですからね。だからまあ、めちゃくちゃな人ですから、そういうことかを忘れてたな、あやとちえさん。むちゃくちゃ感を踏まえて答えてラジオネームゴルゴ13は、この猫バス動かないなぁ。一体なぜ？松下ゆきだから。猫バスではなく、セックス中の小向井美奈子だった。じゃあなんで動かない？どうしようかな。ラスト。ラジオレペゼンチシブ。ビーズの稲葉さんが落語家に転身。その名前は？え、ウルトラソウル亭カワパンみたいな。ああ。笑福亭ハミチン。はみ出たことない。簡単でいいんだな。簡単でいいんだ。ラジオネームゴルゴ31。布袋寅泰さんがハイテンションのまま高速道路をアクセル全開で走行していますが。何？お守りの中に橋出すがこの陰謀。答え、セカンドバック。うわぁ、大人。さあ、続いていきます。ラジオネーム、ゴルゴ131さんからです。お題、高城剛さんがやっているハイパーメディアクリエイターって一体どんな仕事？掃除。答え、AV のモザイク付け。いやクリエイティブ。続きまして、ラジオなくなればいいな。友情、努力、責任さんからいただきました。お題、松下由紀さんが甲子園の土を集めています。なんで？胡椒として使う。答え、お米の代わりに使えないか調べるため。惜しい。惜しいですね。続いていきます。FM 福井でお聞きの、ラジオネーム、大木ボンスさんからいただきました。お題、ジョニー・デップがアメリカで呼ばれているニックネームとは？カーバちゃん。答え、ハリウッド・デンデン。そんなことねえよ。ふざけんな。天然だろうが読めないじゃん。続きまして、ラジオネーム。ねんねんさんのあれ見たいね。はい。
パイレーツオブ。見たいですね。パイレーツオブデリビア。パイレーツオブデンデン。見たいですね。何やるんですかね。ああいうスタイルじゃないんだよ。どういうスタイルなの？海軍みたいな。あの海賊の感じじゃないんですね。全然。はい、行きます。ラジオネーム、ナマシアスケシンさんからいただきました。お題、AKB の推し名を聞かれた翔英。誰と答えた？でんでん。答え、宮本武蔵。やだ、ほんとのバカだな、あいつは。続きまして、ラジオネーム、三平さんからいただきました。三平です。お題、松崎しげるを24時間煮込むとどうなる？開くだけになる。答え、かなり増える。増えるの？増えるの？増えます。松崎さん。あれ、アクでできてんだよ。全部アクだけ。とって、ジャズとは？と質問しました。あやとさん、何と言いました？もう1時間ぐらい喋ってて聞いてらんない。おしっこ漏らさんと、アペンと皇帝や。もう質問と答えがめちゃくちゃな人ですからね。だからまあね、めちゃくちゃな人ですから、そういうことかを忘れてたな、あやとしげさん。むちゃくちゃ感を、ちゃんと踏まえて答えてる。ラジオネーム、ゴルゴサーティーは、この猫バス動かないなぁ。一体なぜ？松下ゆきだから。猫バスではなく、セックス中の小向井美奈子だった。じゃあなんで動かないどうしようかな。ラスト。ラジオレペゼンチシブ。ビーズの稲葉さんが落語家に転身。その名前は、ウルトラソウル亭カワパンみたいな。ああ。笑福亭ハミチン。はみ出たことない。簡単でいいんだな。簡単でいいんだ。ラジオネームゴルゴ31。布袋寅泰さんがハイテンションのまま高速道路をアクセル全開で走行していますが、目的地までの距離が縮まりません。一体なぜ？ベビビビベイベギアがバックに入っているからこんな名前はんて、お前も言えねえのか。ベビビビビベイビー、分かんなかったんだもん。僕はやっぱりもう全力であれを歌ってほしかったよ。ベビビ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 、中途半端なことやるなら。上見え立てや。小雪さんが富永愛をボコボコにしています。何があった？お金がなかったから。目があった。ボッコボコだよね。ラジオに超獣ギガジャクソン。前田敦子さんが最近失敗したエピソードを喋り出しました。あっちゃんはどんな可愛い失敗をした？判決を晒した。週刊誌にすっぱ抜かれた。かわいい。最近週刊誌にすっぱ抜かれちゃって、ケツ出しちゃって、何にもなかったんですけどね。恵比寿よしかずさんは何と答えた？僕ご飯派なんですよね。鈴木沢さんのパンツ。あれだけは煮ても焼いても食えないね。わかんないよ。そう、なんか確執があるならあるで知らねえし。一枚言う。パンもらえた。FM 群馬ラッパーザキバチョフ。久保塚洋介さんが俳優業や歌手業を辞めて転職しました。新しい職業は何？
鯉のぼり設置サービス。維新映えはのコーチ。FM 三重岸好きだな。熱々のお好み焼きの上で何かが踊っています。何が踊っていますか？少女時代。お好み焼きとさだまさしを間違え、騎乗位で腰を振る南光世。間違えるわけねえだろうよ。以上。はい、ラジオのファンタスティック原田。加山雄三さんが手にツチノコを持っているぞ。その理由は？しゃもじと勘違いしている。腕毛に絡まっていた。当然でしょう。すげえ。ラジオネームレペゼンチチブ。映画館の前で蝶野正弘さんがおどおどしています。どうして？R15 指定だったから。レディース割引が効くかどうか迷っている。レディース割引でいけるかしら。いけるかしら。レディース1万円お断りします。山口ナスビマン。火星行政区面白い区ができました。区長は誰？ゲラゲーラ。唐沢俊明。面白い国やっぱ唐沢俊明さんでしょ。常にコミカルな CM をしますからね。ちょっとトゲあるな。FM 群馬アボカド星人。レッキーちゃんがお庭で楽しそうにしています。さて何をしていますか？クラゲになる。ありません。はい、答え指先がシワシワに。いつもだよ。ラジオネーム納豆パフェさんからです。お題、ベッキーは日本人のファンのことを何と呼んでる？ジャップ。答え、腐れジャップ。うわー、惜しい惜しい。ひでえな、ジャップでさえ差別的な表現なのに。もう一個。甘かったんですよ。はい、はい、続きましてラジオネーム納豆パフェさんからいただきました。お題、鈴木福くんが肌身離さず持ち歩いているものとは何？お守りの中に橋出すがこの陰謀。答え、セカンドバッグ。うわー、大人。さあ、続いていきます。ラジオネームゴルゴ131さんからです。お題、高城剛さんがやっているハイパーメディアクリエイターって一体どんな仕事？掃除。答え、 AV のモザイク付け。いやー、クリエイティブ。続きまして、ラジオネームなくなればいいな。友情努力責任さんからいただきました。お題、松下由紀さんが甲子園の土を集めています。なんで？胡椒として使う。答え、お米の代わりに使えないか調べるため。惜しい。惜しいですね。続いていきます。FM 福井でお聞きのラジオネーム大木ボンスさんからいただきました。お題、ジョニー・デップがアメリカで呼ばれているニックネームとは？カーバちゃん。答え、ハリウッドデンデン。そんなことねえよ。ふざけんな。天然さんの方が有名じゃないじゃん。続きまして、ラジオネーム。ねんねんさんのあれ見たいね。はい。パイレーツオブ。見たいですね。パイレーツオブデリビア。パイレーツオブデンデン。見たいですね。何やるんですかね。
ああいうスタイルじゃないんだよ。どういうスタイルなの？もう海軍みたいに。あの海賊の感じじゃないんですね。全然。はい、行きます。ラジオネーム、ファンタスティック原田。誰もいない夜道で、富永愛と塩谷俊がばったり出会った。その時、富永愛が言ったセリフは、キャー、お化け、おマットさんです。FM 群馬、ラッパーザキバチョフ。武田鉄矢さんが女子高生に説教をしています。何と言ってますか？もう友人同士ちゃんと助け合いなさいとか。手こきだけで3万は高すぎる。ハハ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 。お前の顔って肛門そっくりだな。悪いね、歴史を。FMA でかいカマキリ。歩道橋を見て何かをひらめいたベッキー。何をした？股を吸った。歩道橋の上にいる人めがけ、唾を吐いた。自分に帰ってきますよ。ラジオネーム、ファンタスティック原田。堀内孝雄のヒゲは何でできている？陰毛。谷村新司のヒゲ。そう、当たり前だろお前。当たり前ではないでしょ。当たり前ではない。FM 宮崎、だましやすけし。転んでしまって泣いている女の子に武田鉄矢さんが人生の教訓を教えています。どんな教訓？もうエロい女にしか見えないぞ。いっぱい転んで擦れた人間になったらソープ状になりなさい。その時再会しよう。あ、どうしたら、よくな、よくなって言うよ。よってきて。見え。心中。田中邦衛さんが、ルールルルルルーと何かを呼んでいます。何を呼んでいますか？の時計、いつも3時です。なぜ？ずっとおやつ食べてたいから。マジックで書いたやつだから。うわぁ、これだ、これだわ。すげえ、すげえ。ああ、そりゃ3時だわ。ラジオネーム、超重ギガジャクソン。スポーツカーから降りてきた石田純一さんに、駐車場でタバコを吸っていたベッキーが一言。何と言った？靴下履けてめ、この野郎。つまんねえ顔だな。すげえ悪い。ベッキーすげえ悪い。ラジオネーム、レペゼン吉部。田中邦衛さんが渋い顔しています。どうして？キツネが来ない。剣山の上に座っている。何をよく渋いで済むな。裏のストーリー知りたいわ、その。FM の森。レッツゴー万引き G メン。南こうせつに土下座しているさだまさし。さだまさしは何と言っている？いや、ごめん、今日ゴム切らしちゃってんだよ。先っちょだけでいいから、お願い。惜しいですね。さださんが、分かってるんですね。ラジオにファンタスティック原田。
寝起きの田崎真也にあなたにとってワインは、あのごめんなさい、寝起きの田崎真也にあなたにとってワインとはと質問したら何と答えた？うるせえ、寝かせろ。ん？我慢汁。最悪だ。最悪。そうね。ラジオネーム、ファンタスティック原田。田村正和さんの後ろ髪を思いっきり引っ張るとどうなる？お兄さんの方になる。口からチンコが飛び出る。エイリアンみたいな。ラジオネームゴルゴ13は、綾戸千恵さんにあなたにとってジャズとはと質問しました。綾戸さん何と言いました？もう1時間ぐらい喋ってて聞いてらんない。おしっこ漏らさんとアペンと皇帝や。よく聞かれるけど答えが出ないから調べなきゃなっつって。あんな大きく川上に書いてる。ラストぐらいにしましょうか。FM 群馬ラッパーザキバチョフ。武田鉄矢さんが女性を説教しています。なぜ？人という感情入りって書いちゃった。コスプレ風俗店なのになんで力士の格好がないんだ。以上です。ラジオのファンタスティック原田。山下達郎さんが突然頭を丸坊主にした。その理由は。